あの僕にとってアートとは時代精神を映し出す鏡のような存在ですねでなぜそういう発想になったのかというと私の父親だったんですねで陸軍の将尉として、えー、南方の方に行ってきたんですねそれでまあ,あの無事帰ってきたんですけれども帰ってきた後一切戦争の話はしなかったんですね。 で私もまあ若かったので戦争の話はあんまり聞きたくもなかったしもうそういう時代錯誤的なやっぱりその,おあの捉え方はしたくないということでもう全く無関心だったんですね。ところが父親が亡くなった時にお葬式にあの戦友の方たちがいらっしゃったんです。それでお通夜の時にもう一晩中戦争の話を聞かされたんですね。 まあそれは本当に壮絶なあの話だったんです。でそれを一つの,そのまあ私にとってはきっかけになってで、まあ、その芸術作品ちょうどその時にはあの芸術作品との関わりは持ってたので戦争画というものをもうちょっとリサーチしたいという気持ちになったんですね。 それで防衛省その当時は防衛長だったんですけどもえ防衛長のある方を介してえその防衛長の上の方に会うことができたんですね。で防衛長は戦争が思っているという話を聞いていたので会いに行きました。そしたらばあの海上自衛隊ののの幹部のあの部門の方で その方がいや実は戦争側を持っていますと藤田中村健一藤田嗣軽中村健一、えー、横山大観などは持っていますけどもこれは貸し出すことができないっていう話だったんですね。でお伺いした時に実は私は大学の教員をしていて京都造形芸術大学で国際芸術研究センターの所長をしておりまして。 その時にあのそれで戦争画をテーマにして戦争画と現代作家を接続させていく展覧会をやろうと思ってたんですね。それで戦争画のリサーチに行ってで防衛庁の方に会ってそれで、えー、戦争画を、あのーえー、まあ背景にしてで一年がかりで 借借りりるるここととががでででききたたんすね藤田を実は戦争画というのは東京国立近代美術館に 153. 点永久対応という形であのアメリカから戦後返還されてんですねでその戦争画をあの一堂に返した展覧会というのは一度もまだ戦後はなされてないんですねでそれはどういうことなのかということを何人かの方たちに関係者の方たちに聞くと これは東アジア方面の,あの方たちに対する配慮であるという話があってまあでもそろそろもう70年以上の戦後時が経過しているわけですからそろそろあのきちっとしたリサーチをしてで戦争画をあの披露したらどうかなということを申し上げたんですねただそれを申し上げてもなかなかあの断片的な紹介に終わっているわけで。 えー、きちっと現代と接続して戦争画をあの紹介してみようということを私がやっぱりやりたいと思ったのででましたで、まあ芸術っていうのは何なのかっていう先ほどの質問ですけども芸術作品って相当いろいろとやっぱりその多くの人たちに影響を与えていくわけですね。 まあ、戦中は戦争画を通して戦意高揚の気持ちをこう醸し出させていくということもあったんですねただ一方で戦争画というのは芸術作品なんですねその芸術作品としての戦争画もきちっと捉えていきたいということを僕自身は思ってたので,でそれで展覧会に藤田嗣治の作品を出していただいてで杉本博史さんとか草間彌生さん それからあのミスターでそういう現代の作家たちに現代の戦争とは何なのかそれから当時の戦争がというものを接続した形で展覧会構成していきましたでそうするとやっぱりその芸術作品を通して時代精神というものが見えてくるんですね。 で芸術作品というのは先ほど申し上げた通り社会の、えー、鏡としての役割があると思うんですでやっぱり今の芸術作品というのは芸術家というのは大変な時代を迎えてるんですねある意味では。でいろんなトピックス社会的なトピックスというものが、えー、たくさんはあるんだけれどもあの時代のうねりのような、えー、そのトピックスってないんですよね。 でそれをドラマチックに、えー、うねりの中で作品表現していくということがなかなかできない時代になっていってで今はあのただいろんなメディアがあの開発されて NFT のようなあの、えー、デジタルアートとそれから、えー、そのブロックチェーンがこう連携した形であの作品を紹介するような 形になってますただまだまだこれからだと思うんですけどもただいろいろとそのメディアがあの多様化していくっていうのは非常にいいことだなと思っていていろんな世代にアートのメッセージが届いていくっていうことになっていくわけなんで,で一方であの芸術作品というのは、まあ、霞を食べては生きていけないので作家はやはりそれなりの,あのマーケットで、えー、作家を食べていけるわけなんですね。 まあ今の時代は非常にそのアートマーケットがあの活性化していってえまあ,あの悪い時代ではないんだけれどもただあのお金がお金を生んでいくようなあのそういう資本主義とこうそのシンクロしていくようなあの役割も果たしちゃってるんですよね。それをこう冷静に我々は見ていかなきゃいけないなと思っていて。 ですので芸術とは何なのかっていうこのテーマは本当に今問問われててる問題だと思ってますなのでこれはあの年代とかそれからえその国を超えてねやっぱり問いかけていかなきゃいけない問題だと思ってます。